今回の中国史の時間は、まあまあスペシャル回、清王朝滅亡、満州国建国、第二次世界大戦、中華人民共和国成立、といった激動すぎる時代を生き抜いた、中国の歴史上最後の皇帝、清朝十二代目皇帝、宣統帝、愛新覚羅溥儀の、波乱万丈すぎる生涯を紹介していくぜ。うほう、中国の王朝時代の終焉、ラストエンペラー溥儀、映画にもなった超有名人、久しぶりの超メジャー人物やんけー。そう、三度皇帝となり、三度その座を追われ、また二度も国が滅んだという彼の数奇な運命は、あまりにも有名だが、今回はその彼を取り巻き翻弄した、政治勢力や時代の流れについても紹介しつつ、自らの手で時代を切り開くにはあまりに無力すぎた、中国最後の皇帝、溥儀の生涯について語っていくぜ。無力だの翻弄されただの、悲しいワードばっかり、しゃあないしゃあない亡国の皇帝だからね、生き延びただけラッキーよ。しかし、20世紀の東アジア激動の時代を、その中心から見届け、帝位を追われ、国が滅びながらも無事に生き延びることができた。彼の生涯はやっぱり、この上なく面白、興味深いんだよな。出た？人の栄枯盛衰に興奮する変態まんじゅう。というわけで今回は、運命にひたすら翻弄され、皇帝になったり庶民になったりと、凄まじい不珍を体験した、愛新覚羅溥儀の、ワクワクドキドキの生涯を紹介するぜ。ワクワクドキドキ興奮してるのはマリサなんだよな。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、サントリーに問う、行ってみたいよね人間の提供でお送りします。さて清朝末期、1908年11月13日、当時、政治の実権を握っていた西太后は、立体し、つまり、次の皇帝の指名を行ったのだぜ。この発表は突然のことだったので、内外の人々は大いに驚いたのだが、さらに驚くべきことに、この時指名されたのは、当時わずか2歳の幼児。2歳？幼すぎでしょう。後に宣統帝と呼ばれる、愛新覚羅溥儀だったぜ。なんで2歳の子が大使になってんのよ。わからん。というのも、溥儀を選んだ張本人、西太后がこの皇帝指名から、わずか2日後に亡くなってしまったからだ。ちなみにその前日には、皇帝ではあったが西太后に歯向かって、幽閉されていた清朝11代目皇帝、光緒帝も世を去っていたのだぜ。いきなり2歳の溥儀が立体視されたと思ったら、翌日には幽閉されていた現皇帝が死に、さらにその次の日には、皇帝を忍ぶほどの権勢を誇った西太后が死んだのを、こいつ飽きなくさすぎる事態だわね。そう、光緒帝の死については様々な憶測があるが、今回は深追いしないでおこう。さて、11月13日に皇帝指名された溥儀は、父順親王裁縫に連れられ、西太后に面会したといい、その時溥儀は彼女の、痩せ衰えた顔の醜さと恐ろしさに恐怖し泣いてしまったという、ひでえ幼児。ちなみに溥儀が皇帝に選ばれた有力な説としては、この光緒帝の弟である父の順親王裁縫が西太后に忠実だったから、というものがあり、西太后は裁縫が摂政として幼い溥儀を支え、その上から西太后が実権を握り続ける、という体制を敷こうと、していたようなのだぜ。しかし、溥儀と西太后の面会があった翌日、11月14日に、光緒帝が謎の死を遂げると、続いて翌15日、今度は、西太后が世を去ってしまったのだぜ。こうして新仏戦争、日清戦争、義和団事件などなど、相次いで国難が襲った、清朝末期に権力を独占し続けた実力者がいなくなった朝廷に、裁縫と溥儀は取り残されたのだった。前途怪しそう。そう、清朝滅亡まであと3年余り、儀式の場に立つことで精一杯だった朝廷と、お世辞にも、優秀な政治家とは言えない摂政の父の悪戦苦闘が始まったのだぜ。滅亡までのカウントダウンが始まっちゃってる。さて光緒帝、西太后が世を去った2週間後の12月2日、即位の大典が行われ、溥儀は正式に皇帝となった。こうして正式にスタートした摂政裁縫を中心とする清朝の新体制は、衰退していく王朝の立て直しを図り、まず、絶大な軍事力を保持する危険人物、遠征外を排除しようとした。出たなストロングマンこと遠征外。遠征外はまた、裁縫の兄である光緒帝を裏切り、彼が進めた、母術の変法を挫折させた張本人でもあったので、裁縫から、強く恨まれてもいたのだぜ。
兄貴の仇で軍事力も強大、これは絶対に潰さないとだわね。そう、こうして新体制発足の翌月、1909年1月に遠征外は罷免され、政治の表舞台から姿を消したのだった。よっしゃ、ストロングマン、パージしてやったわね。一旦は、はぁ、さて、こうして遠征外の排除に成功した西方だったが、西太后の時代から朝廷でうごめいてきた老獪な政治家たちへの対応には、大いに手を焼き、指導力をいまいち発揮できなかった。頑張れ父ちゃん、溥儀のため、新朝のために頑張れ。ただそれでも改革は進行していき、1910年11月には、1913年に国会開設を行うことの布告、さらに1911年5月には、内閣制度の導入が行われたのだった。ええやんええやん、国会&内閣、新朝も皇帝独裁制から、立憲君主制へと生まれ変わろうとしてるやん。しかし、この時組織された中国史上最初の内閣、いわゆる継親王内閣は、師範である皇族の継親王奕僑をはじめ、その大半が満州人で、占められていたため、世間の失望を買ってしまったのだった。あべあ、時勢が読めなかったか。そう、絶対革命するマンである孫中山こと。孫中山を孫中山みたいに言うんじゃない。孫文ら革命派も動きを活発化させる中で新朝の首脳部は、時代に合った対応策を打ち出せず、民心を失いつつあったのだぜ。やばいよやばいよ。さて、このように新朝に暗雲が漂う中、料亭溥儀は、皇帝として、兄弟は愚か父母とさえほとんど会うことのないまま、資金上の中心で暮らしていたのだぜ。2歳で皇帝になってからそんな生活、孤独すぎんよ。溥儀が物心ついてから初めて父西方に会ったのは、即位から3年後、新朝の終焉前夜のことであり、その時もわずか何分かほどの、面会に過ぎず、西方は溥儀の朗読を褒めると、すぐに立ち去ったという。また聖母要覧に至っては、新朝が続いている間、一度も、会うことができず、溥儀が11歳になった時に初めて会えたのだが、もはや溥儀自身が彼女に全く親しみを持てなくなっていたという。幼い溥儀は親子の情を知ることができなかったんか？悲しいなぁ。そう、彼は皇帝として何不自由ない生活を送ってはいたが、実の父母からの愛を知ることができず、ただ奪おう連珠だけが身近で、彼の誤りを正し、人の道を教えてくれたという。溥儀の述懐では、彼女が空気銃で遊ぶ溥儀に対して、それを人に向けて撃っては怪我を負わせることになります、と注意し、この時、溥儀は初めて他人も痛みを感じるということを知ったという。しかし、このような人として大事なことを教えてくれた奪おう連珠も、新朝が幕を閉じた後の1914年、溥儀が9歳の時、宮中の、トラブルに伴って解雇され、資金上を追い出されてしまう。うわぁ。まあ彼女は、溥儀が16歳になった時に資金上に呼び戻され、資金上の近くの家と生活費、それに召使いも与えられるんだけどな。よかったぁ。ただそんな彼女への溥儀の支援も、翌年には溥儀自身が、資金上を追い出され、途絶えてしまうんだけどな。溥儀自身だけでなく、その乳母の運命まで波乱万丈なんか。さて、話を溥儀に戻そう。彼が皇帝となって3年が経過した。1911年10月10日、溥儀5歳の時、時代のターニングポイント、武将での革命派兵士の反乱、武将蜂起が勃発したぜ。あちゃー、反乱起こっちゃったかー、はよ鎮圧しないと。だが、この武将蜂起はそんな軽いノリで鎮圧できるようなものではなく、この時期まで新朝各地で起きては失敗に終わってきた、数々の、革命派の武力放棄とは一線を画すものだったのだぜ。この放棄から革命派の滅亡交換の声は一気に高まり、辛亥革命が始まってしまったのだぜ。あ、アジア最初の共和制国家の誕生、辛亥革命、新朝閉店ガラガラの時間やんけい。そう、この武将での放棄をきっかけに、各省は次々に新朝からの独立を宣言、新朝の支配から離反していったのだぜ。ああ、新朝政府はなんとかこの危機に対応しようと、一度罷免した遠征外を起用したが、野心家遠征外が真に忠義を尽くすはずもなく、革命派と裏取引し、自らが大総統となることを条件に、新朝皇帝溥儀を退位させ、真の世を終わらせることを約束したのだった。終わった。そう、このように新朝は頼みの綱である遠征外に裏切られ、窮地に追い込まれたのだが、遠征外は真の提出まで、
滅ぼそうという気はなく、寝室を保護すること、また引き続き資金上での、生活を許すことなどを約束する寝室優待条件をちらつかせ、新朝首脳部に革命政府への降伏、皇帝溥儀の退位を迫った、ぐぬぬ、己院政外、しかし裁縫をはじめとする新朝首脳部は、当初これに反発するも、結局は有効な対抗策を打ち出すことができず、この提案を受け入れざるを得なかったのだぜ。無念。こうして1912年2月、6歳になったばかりの溥儀は、即位の時と同様に、状況が理解できないまま、退位することとなったのだぜ。そして彼の退位により中国史において、始皇帝の時代以来2000年以上も続いてきた皇帝制度も、終焉を迎えたのだった。新王朝が終わり、皇帝の時代も終わったのね。さて新朝はこれで滅んだが、溥儀自身の生活は、例の寝室優待条件により、多大な生活費の支給や皇帝号の使用、資金上での居住、これまでも聞いてきた宮中の使用人の雇用などが許され、彼自身の生活は、あまり変わらなかったのだぜ。新朝が滅んでも皇帝号使ってもいいし、資金上に住んでもよかったんだ。王朝が滅んでも生活を維持できたのは、不幸中の幸いだったわね。そう、新王朝の滅亡という大事件は意外なことに、溥儀の日々の生活にはさほど大きな影響を与えなかったのだぜ。さて一方、新王朝に代わって共和国として成立した中華民国の前途は、実に多難だったぜ。革命派との取引により、中華民国の臨時大総統に就任していた、遠征外は、表向き共和制を認めていたがその実、強大な権力を持つ、指導者こそ中国を統治することができると考えており、共和制を推進する意思はさらさらなかったのだぜ。中華の統治には強大な権力者が必要不可欠。まさにストロングマン遠征外ね。まあぶっちゃけ革命派の代表者の一人、孫文も強いパワーを持つ、指導者が必要だと考えていたようなのだが、とにかく、遠征外の存在が誕生したばかりの共和制の脅威となった。さて、議院内閣制の導入を試みた中華民国は、国会の開設のため、1912年12月から中国史上初の選挙を行った。ほーん、選挙始まったんだ。ただまあ、それまで専制君主制だった中国で選挙をきちんと、運営するのは非常に難しく、問題も多く発生したようだが、それでもなんとか開票が完了し、その結果が出ると、総教人率いる国民党が勝利したのだぜ。あり、もともと革命組織だった国民党って孫文が率いてたんじゃないの？孫文は当時国民党の理事長ではあったが、実質的な指導者は、この総教人であり、彼は選挙での勝利と法の力、また議院内閣制を、進めることで大総統である遠征外を封じ込め、民主的な政治を、実現しようとしたのだぜ。しかし、共和党を結成するも選挙で国民党に大敗した遠征外は、懐柔に応じず、自身との対決姿勢を強める総教人に対し、ついに暗殺という手段を用いて彼を排除し、独裁色を強めていったのだぜ。なんちゅうことを、このような遠征外の、共和制を真っ向から否定するかのような態度に、総教人暗殺から4ヶ月後の1913年7月、遠征外を撃つべく、孫文ら革命勢力が武装蜂起する、いわゆる第二革命、が、勃発したのだぜ。あんらー、新朝滅んでも全然世の中収まらないやんけー。そう、ただこの第二革命は、北洋軍閥という強大な軍事力を要する、遠征外に一ひねりで鎮圧され、わずか2ヶ月で革命派は敗れ、孫文ら革命派の指導者たちは日本へと逃げていった。ごごごご、勝利した遠征外は、1914年1月に国会を解散させるなど、さらに独裁的な政治を進め、ついに自身が皇帝になるという、野心まで隠さなくなったのだぜ。遠征外、先制君主目指すんか？これに恐れおののいたのが、資金上に住んでいた、溥儀やその後見である裁縫をはじめとする真の帝室の人々だった。彼らは遠征外の即位とともに、旧王朝の関係者として、粛清されてしまうのではないかと恐れたのだぜ。確かに、新朝も民の帝室を処刑してるし、そこで1915年、裁縫らは必死に遠征外に働きかけ、寝室の安全を保障する。以前約束された優待条件を、彼と再確認し、安全を確保したのだ。よかったー。遠征外は皇帝を目指すとしても、やっぱり寝室を、害す気はなかったのね。そう、
遠征外は大変な野心家ではあったが、かつて仕えていた、真の帝室を始末する気は全くなかった。よかったよかった。さて、こうして真実の危機は一旦去ったのだが、中国の混乱は、遠征外の即位により、さらに加速することとなった。1915年12月、遠征外は自らの皇帝就任を宣言し、1916年には、国号を中華帝国に改め、中国を自らを頂点とする立憲君主制の国に、しようとしたのだが、そんな彼の動きへの反対の声は凄まじく、北京の学生のデモや地方軍閥の離反だけでなく、自身が率いる、北洋軍閥の中からも反旗を翻す者が現れ、これらの勢力の、反遠征外武装蜂起、第三革命、を招いてしまったのだぜ。そして遠征外は1916年6月、失意の中で死んでいった。あやあ遠征外死んじゃったのか。さて遠征外の死後、政局をめぐる混乱は、お飾りの副総統だった霊元公が傀儡の大総統に昇格し、遠征外が率いていた北洋軍閥の大物、段祺瑞が国務総理に就任することで、一旦は収拾されたのだった。よかったー。大実力者遠征外が死んでも大混乱には陥らなかったのね。だが、霊元公と段祺瑞の関係はやがて悪化、不縁の争いと呼ばれる、権力闘争が勃発し、1917年5月、ついに霊元公は、国務総理段祺瑞を罷免したのだった。全然政局安定しとらんやんけい。遠征外が死んで1年くらいはちゃんと政権機能してたから。さて、この政府から北洋系軍閥の大物段祺瑞が追い出されるという、事件の発生は、当然他の北洋系軍閥の反発を招き、彼らは、次々に中華民国からの離脱を表明し始めたのだぜ。あんらー、また国が割れるー。この予想外の事態に霊元公はひどく狼狽し、いや、北洋系軍閥の大物を排除したら、その仲間たちが、反発するのは目に見えてるでしょうよ。そこで霊元公は徐州に勢力を持つ軍人、張君に仲裁を依頼した、のだが、この張君がとんでもない大事件、いわゆる、張君伏壁を引き起こすこととなったのだぜ。張君伏壁、何それー。伏壁というのは一度退いた皇帝がもう一度即位すること、つまり、退位した溥儀が再び即位し、皇帝となる、ということだ。これを張君は、当時の有力者に根回しすることなく、突如実行したのだぜ。ははははあ、張君いきなり何やっちゃってんの？彼張君は身長が滅んだ後も弁髪をやめず、部下にも弁髪を、強要するほどの熱狂的な身長支持者だったのだぜ。そんな彼が、不縁の争いで混乱に陥る中華民国政府の体たらくを見て、今こそ、再び真の世を復興させる好機であると見たわけよ。そして1917年6月、霊元公の求めに応じて北京に乗り込むと間もなく、新朝伏壁の準備を始めたのだった。この張君の行動には、彼を呼び寄せた大総統霊元公だけでなく、北洋軍閥暗鬼派のボス段祺瑞や北洋軍閥直令派のボス風国省また、爆殺されたことでおなじみ、北洋軍閥の流れを組む奉天派のボス張作霖、さらに支援を要請された日本政府まで大いに驚いたのだという。張君へ、さらに溥儀の後見人だった父裁縫も、伏壁は真実の立場を変えて、危うくするものであるとして、これに反対したのだが、絶対新朝復活させるマンと化した張君は協力者と共に、1917年7月1日、溥儀を擁立して元号を先頭に戻し、新朝の復活を宣言したのだった。うおぉ、いいんか新朝復活しちゃって、いいわけないだろ。段祺瑞がすぐさま張君討伐の意思を示すと、各地の有力者は、揃って彼に従い、伏壁反対、共和制擁護の姿勢を鮮明にしたのだぜ。張君支持を表明する人、全然現れなかったんか。そらもういきなり出てきた新朝大好き弁髪おじさんじゃ、支持も集まらん。そして段祺瑞率いる軍の北京攻撃が始まると、張君は、7月12日にオランダ公使館に逃げ込み、彼の政権は崩壊、伏壁もなかったことになった。こうして溥儀11歳の時の皇帝復帰は、わずか12日間で終わった。あべあ、あっけなさすぎるー。こりゃあ本当に溥儀や真実の立場を悪くしただけじゃないの。しかし段祺瑞や風国省といった軍閥の領袖たちは、溥儀らを処罰する気はなく、伏壁での彼らの罪は不問とされたのだった。よかったー。でもなんで溥儀たちは無事だったの？
それは段気髄ら中華民国初期の政界で活躍した人々が、もともと慎重で活躍していた人物が多く、寝室に敵意を持つ者が少なかったからだとされている。こうして溥儀は1917年の、わずか12日間の腹壁事件の後も、以前と同様に紫禁城で暮らすことができたのだぜ。よかったー。趙君の大暴走には巻き込まれなかったのね。ちなみに溥儀は、この趙君腹壁を引き起こした趙君について、でっぷりと太った赤黒い顔の男で、理想的な人物ではなかった、と、あまり好ましい人物ではなかったと述懐している。趙君を、一応慎重復興を目指したんだけどなぁ。さて、ここまで見てきたように慎重は滅亡し、代わって中華民国が、成立したのだが、それによって中国に秩序がもたらされるどころか、ますます混迷は深まっていったのだぜ。そんな中で退位後も、紫禁城に住むことを許されていた溥儀は、どのような生活を送り、どのように成長したのか、ここからは紫禁城を出るまでの溥儀の、動向や彼を取り巻く人々について、語っていこう。やったー、溥儀、青春の日々編の始まりだー。さて溥儀は、6歳で退位した後も死がついて、皇帝としての、学問が授けられた。その学問の師となったのは陳宝珍という、慎重の維新で、彼は溥儀に春秋三伝や来期などといった古典を講じたのだぜ。溥儀はこの詩を深く敬愛し、政治的な難局を迎えるたびに、陳宝珍から助言を求めたという。へえ、陳宝珍先生、尊敬できる詩に出会えてよかったねえ溥儀。そしてこの陳先生に加えて、溥儀に大きな影響を与えたのが、1919年に英語の教師として紫禁城に迎えられた、イギリス出身の中国学者、レジナルド・ジョンストンだったのだぜ。このジョンストン先生は、当時の大総統女性相が溥儀には、西洋の制度や文化について学ぶことも必要であると考え、雇った教師だったぜ。だからジョンストンは溥儀に英語だけでなく、西洋社会や文化、思想、そして紫禁城の外の世界のことなど、幅広い知識を教えたのだぜ。溥儀はこのジョンストンも、陳宝珍と共に自身の心の師であるとしたのだ。ジョンストンもまた溥儀のことを、学習意欲は極めて高く、知的好奇心も旺盛。とても人間味のある少年で、活発な性質、知性、鋭いユーモアの、持ち主である。さらに礼儀作法が素晴らしく立派で、高慢心とは、無縁である、と溥儀の人柄をイギリス本国に報告している。しかしジョンストンはまた、紫禁城という閉鎖された特殊な空間が、溥儀に及ぼす影響への懸念も示しており、いつも顔を合わせる、大勢の宦官や無能な役人たちの影響を断ち切らなければ、残念ながら、今後の人生の数年間、何事もないまま道徳的な危機を、乗り切れるとは思えない、とも述べているのだぜ。むむむ、溥儀は退位後も何不自由ない生活を送れたようだけど、彼を取り巻く環境は決して素晴らしいものではなかったのね。そう、だからこそジョンストンは西洋的合理主義に基づいて、当時の、紫禁城の観光の多くを批判していったのだぜ。そして溥儀も、それを受け入れたのだった。例えば溥儀といえばこちらのような、メガネがトレードマークだが、これもジョンストンが彼が金眼であることに、気づき、着用を進めたことからかけ始めたもので、当時の、側近たちは、かつてメガネをかけた皇帝などいなかったと反対したが、溥儀は自らメガネをかけることを選んだ、と言ったこともあった。また西洋の知識を学んだ溥儀は、自分の部屋に電話を引いたり、洋服に似合わないからと1922年には便髪を切ったりしたぜ。ほえー、満州族のトレードマーク、便髪を皇帝自身が捨てたんだ。そう、しかしこのように溥儀に多大な影響を与えたジョンストンを、よく思わない者も多く、彼は攻撃を受けることもあったが、ジョンストンはこれにひるまず、むしろ紫禁城の問題をズバズバ指摘していった。そしてその問題の代表格こそ、宮廷を管理する内務府の腐敗だったぜ。内務府、何それ?内務府というのは清朝時代に設けられた帝室事務を行う役所だ。ああ、宮廷のことを統括する役所ね。そう、帝室財産の管理や会計、宮中の建築の修繕、宦官、宮女の管理、書籍の管理などなど、宮中の様々な事務を行う役所で、清朝が滅んだ後も、溥儀が紫禁城に住むことを許されたので、残されていたんだ。ほーん、清朝が滅んだと言っても、でっかい紫禁城を管理するんなら、なかなかでかい組織だったんじゃないの。その通り、
辛亥革命以前は約1000人の役人が務める機関だったし、その後人員削減された後も、役人は約700人、さらに、宦官も約1000人が務める巨大な役所だったのだぜ。さすが資金上、管理するにも人がいっぱいいるのね。それに新朝の膨大な財産の管理にもかなりの人手が必要だった、のだが、ジョンストンは当時この宮中を管理する内務府を王朝の、一致を欲する吸血鬼である、と表現して糾弾したのだぜ。一致を欲する吸血鬼、そう、資金上にある莫大な宝物は内務府の役人などによって、横流しされていたのだぜ。あれは、ひどい。そして不義もジョンストンからの教育や、また年齢も10代の半ばに、達したことから、自分を取り巻くこのような腐敗の状況を理解していき、また資金上が陥っていた財政難の状況も認識していった。資金上財政難だったんか？そう、財宝の横流しに加えて、寝室が保有していた広大な、東三省の土地が地方政府によって食い物にされ、また、中華民国から約束した歳費もまともに支払われなかったのだぜ。むむむ、寝室の土地は食い荒らされ、歳費も支給されない。しかも資金上に貯めていた歴代の財宝は流出してしまう。なかなかきつい状況ねえ。そう、溥儀はこの頃、自分の周囲にいる多くの役人や宦官、皇族までもが資金上の財宝に手をつけ、私腹を肥やしていることに、気づき、彼らが自分を守ろうとしているのではなく、自分の持つ財宝に、寄生しようとしていることを知ると、すっかり宮中での暮らしに、嫌気がさし、外の世界への関心が一層高まったのだという。いっそ資金上から出ちゃいなよ、溥儀。それはできなかった。退位する際に中華民国と進出優待条件を結び、皇帝の尊号の使用や引き続き資金上に住むことなどは許されてはいたが、彼が資金上から出ることは許されなかったのだぜ。ぐぬぬ、不自由すぎる立場ねえ。さて溥儀は、このように窮屈さを感じる中、1922年、16歳の時、結婚した。お、よかったじゃない。こうして皇后となったのは満州貴人の娘である遠陽という女性で、また同時に、蒙古貴人の文秋も淑妃として迎えた。それは文秋、官僚じゃねえか。ちなみに、彼女ら溥儀最初の妻と側室はなかなか悲惨な末路を、辿ってしまうのだが、多分そのあたりまではカバーできないごめんね。謝罪の判断が早い。さて、こうして身を固めた溥儀は、結婚しちゃったらもう、資金上から逃げ出したりはできないわよね。頑張って内務府の腐敗対策にでも乗り出すしか。ジョンストンと共に資金上を脱出して、イギリスへ行こうとしたのだぜ。はぁ、資金上脱出どころか国外脱出。しかし、この計画は宮廷の役人たちに阻まれ、城門すら、突破することができなかったのだぜ。意外と思い切ったことするわね、溥儀。この溥儀のイギリス渡航未遂は結婚の翌年の1923年の出来事であり、当時溥儀は17歳、この時期から彼は自らの意思をはっきりと示し、積極的に行動するようになってきたのだぜ。もう飾り物の妖艇じゃないってことね。そう、そして彼はイギリス渡航を妨害された怒りを内務府にぶつけ、直ちに皇帝の資産の調査を行うよう命じたのだった。おお、財宝がどれだけ横流しされていたか。調査してやるってことね。そう、むかっぱらを立てた溥儀は、ついに汚職対策に乗り出したのだった。しかし溥儀が点検を命じて間もなく、建福宮で1923年6月に火災が発生、建福宮は焼失してしまったのだぜ。はぁ、あ、闇が深い。この怪しすぎる火災の原因は、結局よくわからず、真相の究明は、できなかったが、溥儀はこれを不正を働いた宦官のものであると断定。翌7月には、当時資金上に勤めていた1000名以上の宦官を追放したのだぜ。こうして彼ら宦官は年齢や勤続年数に応じた交付金を与えられ、資金上から出ていくこととなったのだった。さらに溥儀は、この宦官追放に続いて内務府の改革にも着手し、新朝の維新、抵抗省総監内務府大臣に起用し、古い慣習に、囚われる内務府を変えようとしたのだった。しかし、この改革は役人たちの抵抗にあって挫折。1924年3月から始まった内務府改革は、わずか3ヶ月後に抵抗書が辞職して終わってしまった。むむむ、残念。ただまあ溥儀は抵抗書の頑張りを評価し、以後彼を側近に加えたぜ。よかったね抵抗書。
さてこのように、青年期に入った溥儀は物心つく前から過ごしていた、資金上の中での生活を窮屈に思いながらも、陳宝珍やジョンストンといった、優れた市から伝統的な教育だけでなく近代的な知識も取り入れ、資金上内の不正の摘発や内務府改革に取り組んだのだぜ。イギリスに逃げようともしたけどね、外の世界へ出たい、というのは彼の一貫した願いだったようだ。しかしどうしても立場上それは許されず、彼ができることにも限界があった。滅んだ王朝の皇帝だもんね。難しい立場よね。ただうまくいかないことも多かったが、資金上内の運営経費を削減したり、国内の災害地域に義援金を送ったりするなど、自身のできる範囲で、できることを確実に行った。1923年9月に日本で起きた関東大震災にも、新朝の宝物を日本に送り、換金して義援金とするよう日本の大使に伝えている。金じゃなくて財宝を送ったんだ。溥儀は金遣いはかなり荒かったようで、現金はそれほど、潤沢には持っていなかったのだぜ。だからお宝を送ったんだ。それでも20から30万ドル相当の文物だったというからすごいよな。まあさすがに資金上の宝物を本当に換金してしまうのは忍びないので、日本はその宝物を一旦皇室財産にし、皇室からその金額を供出したという。確かに売っ払っちゃうのは忍びねえわ。さて、溥儀に大きな転機が訪れるのは、その関東大震災が起きた翌年、1924年のことだった。中国では中華民国が成立したものの、遠征外が死んで以来、軍閥同士の抗争が断続的に続いたのだぜ。そして1924年10月、クーデターにより、クリスチャン、ジェネラル、こと、風玉将が北京を掌握すると、彼は張作霖や段祺瑞、孫文まで招致し、今後の中華民国のあり方を相談しようと持ちかけたのだぜ。おお、そうそうたる実力者集結、ついに中華民国が団結する。そう、新たな中国を作り上げようとした風玉将は同時に、旧時代の象徴である溥儀をはじめとする進出の排除を図ったのだ。ははぁ、段祺瑞や幕殺おじさんといった軍閥の指導者は慎重に好意的だったのだが、彼らより若干若い新世代の指導者だった風玉将はそうではなかったのだ。そして彼の意を受けた当時の内閣は、資金上に修正進出優待条件を、突きつけたのだぜ。これは皇帝の尊号の廃止や資金上からの退出、中華民国からの進出への支給金の大幅減額、そして、進出の、資産は保護するが、それ以外の鉱産を中華民国の所有とする、といった内容だったのだぜ。皇帝号使っちゃダメ、資金上から出てけ、支給金は減額、資金上の資産のうち、公のものは中華民国のものだから、ってことを、厳しいたけ。そう、溥儀らはこうして資金上から追い立てられ、父裁縫の邸宅へと移ることとなった。慣れ親しんだ資金上からいきなり追い出されるなんて。しかし、この時18歳だった溥儀にとっては、念願の資金上脱出であり、この出来事が彼の生涯における新たなスタート地点となったのだぜ。うおう、愛新覚羅溥儀、シーズン1資金上編終わり、そして激動とルテンのシーズン2に続く、と思うやんか。だけどもうちっとだけ続くんじゃ。資金上から追い出された後の溥儀の今後については、いくつかの選択肢があり、溥儀の側近たちや父裁縫、内務府の関係者で意見が割れたのだが、側近たちの意見が通り、外国の援助を得て資金上の復帰を目指そう、ということになった。あれ、よく見るとこの溥儀側近図の中に、ニューフェイスいない。いる。今まで登場してきた人々に紛れてしれっと登場しているのが、この羅針玉だ。彼も溥儀の教師を務め、その後も付き従うのだが、羅針玉、羅針玉、なーんか聞いたことあるのよね。素晴らしいじゃないの。彼羅針玉こそ、初期の甲骨文字研究に大きな業績を残した、甲骨文字四天王、甲骨指導の一人で隠居から出土した甲骨文字に注目し、隠居処刑や隠居処刑公爵などの書籍を出版したり、資金上に保存されていた東安、民進時代の行政文書の保存に尽力したり、ペリオが取り残した敦煌文献を確保したりした偉大な学者だぜ。ほえー、そんな羅針玉も溥儀の側近だったんだ。そう、しかしこれはネタバレだが、溥儀と行動を共にした彼は、満州国建国にも関わったせいで公正批判されてしまうんだよな。やっちまったわねー。話を戻そう。この羅針玉やジョンストン、
抵抗書らは諸外国に、溥儀への援助を求め、ジョンストンの母国であるイギリスや、オランダ、日本などへと働きかけた。しかし各国は基本的に、溥儀を庇護、援助することは中国への内政干渉になってしまうので、消極的だったのだぜ。そりゃまあそうだわ。しかし1924年11月、ついに溥儀は日本の北京公使館に、身を寄せることとなり、1925年2月には天津の日本租界に入ったのだった。結局日本が溥儀を庇護したんかーい。そう、当時の日本の外相秀原喜十郎は、溥儀を日本の保護下においては、あらぬ疑いをかけられるので避けたい、と溥儀とその一行を、天津日本租界に入れることに難色を示していたが、なぜか来ちゃって保護されちゃってるんだよなー、溥儀ら。なんでや、日本の外交のトップが連れてくんなって言ってるのに、この辺りはその後の日本が溥儀を利用して満州国を、満州国、ゆっくりの王道楽土、これは分かって言ってますねー。さて日本が溥儀を使って満州国を建てたことから、溥儀の庇護には、軍部の暗躍があったとの見解もあるが、まあ当時の北京公使、吉沢賢吉が、ジョンストンの求めに応じて溥儀を保護し、その後、溥儀から安全な天津日本租界に移りたいとの申し出があった、と、回想しているので、まあ北京の日本公使館が主導したということで、一つよろしく。なんだか見え切らない言い方ねー。さて、こうして溥儀は1925年から天津租界に入り、そこで腰を落ち着けることとなったのだぜ。ただ中華民国政府はその年の7月、溥儀が住んでいた紫禁城の養心殿から彼が腹壁を企んでいた旨の文書を発見したと発表し、寝室の評判が落ちる養子向け、溥儀が紫禁城に帰還できないようにし、10月には紫禁城を故宮博物院としてしまった。あれあ、お家を勝手に博物館にされてしまったー。そう、このような斬新な方法で元の家を完全に追い出されてしまった溥儀は、果たしてこの後、どのような波乱万丈の人生を送るのか、国境内戦、家庭内不和、満州事変に満州国建国、日中戦争など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 、激動の時代に翻弄される溥儀の勇姿を次回もご期待いただきたい。翻弄される勇姿とは一体、といったところで今回はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンもありがとうございます。スーパーサンクスもいつも誠にありがとうございます。チャンネルメンバーシップご加入も感謝感激。3月20日月曜日には、限定動画、古代中国示し、が、アップされると思いますのでご期待ください。ではまた次回の中国史の時間にお会いしましょう。またお会いしましょう解析。続く。